2015年8月12日、中国、ケイソマオは、給料の支払いを拒否していた責任者を、出稼ぎ労働者がハニートラップにかけたと伝えた。今年4月、湖北省の農民4人は出稼ぎに出た。ところが、仕事が完了した後、責任者は、給料の支払いを拒否し、連絡がつかなくなった。そこで、同責任者をおびき出し、支払いを要求するため、男性らは、SNS アプリを使い、女性のアカウントを作成。その後、美女の写真を送り、責任者と会う約束を取り付け、おびき寄せた。同責任者は、出稼ぎ労働者の男性らに囲まれ、通報。事情を把握した警察の仲介のもと、同責任者が、給料の支払いや期日を書面で約束し、双方は合意に至った。